どうも皆さんこんにちは、染谷俊之です。染谷ちゃん TV 始まるよ。今日何やるんですか？今日はまあ福笑いを、まあ毎年やってるもんね。毎年のやつは、はいはいはい、おれ出た、おれキリッとするやつ、はい、これをつけて福笑い、あ、いいじゃないですか。福笑いやっていきましょうよ。やっていこうと思いますけど、はい、今回のあの福笑い揃える顔は、はい、あのご自身の顔でやってもらおうかなと。どういうこと？俺が目とか取り外してやるってこと？お、これを、はい、俺潜在写真じゃないか、これ俺の潜在写真を、はい、はい、あの切り抜いてきたんで。おい、怖い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 、なにこれ、のっぺらぼうに消したの？消した。誰がプチがやったの？はい、おい、なんてことすんの、おい。見てる人の半分ぐらいが思ってるよ。タレントの顔バレバレにするんじゃねえ。自分の顔で服洗いするの初めてだよ俺。髪洗い、髪洗い、やってこうじゃないかって。自分の顔だからちょっと変な顔にはできないから、はい、ちょっとじゃあやってこうか、はい、あ、なにこれちゃんと前に、はい、な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 んだよ、いいだろ、見て、片見て覚えさせてくれよ。わかったわかった、ちょっとじゃあやってこうか、はい、髪洗い、髪洗い、これを作るからね、毎日見てるから多分できると思う。じゃあ行きます、はい、レッツ染め洗い。染めちゃん TV。 いや今年もやっていきたいと思うよ。染め洗い、微妙に鼻ずれてる。後悔、はい、このぐらいかい、はい、あ、いい、オッケーオッケー、ちょっとやっていこうか。はい、ちょっと俺やっぱ形覚えてないんだよね。まあそれも手探りで。マジ？絶対わかるでしょ、自分の顔なんだから。自分の顔だもんね。ちょっと待って、はい、この髪、あべ、俺前までさ、はい、毎年やってたさ、髪の折り目で大体にいっちゃってたんよ、はい、今回折り目ないんだ。折り目ねえじゃねえかよ、今回。攻めてんな。やっぱ攻めるって言ったから。確かに顔で攻めるって言われたじゃん。パーツを確認しよう、はい、パーツを確認しよう。これ眉毛だもんね、はい、眉毛、いや俺の目はこんな細くないはず。口の可能性もある。いやいや俺も全然こんな笑ってないな。これ眉毛だと思うんだ。これ眉毛、眉毛、これ鼻だね。え、裏表ぐらいは教えて。こっちはどっち？今向いてる方は裏。カメラに向いてる方は裏、うんうん、じゃあこっちが表ってこと？そうそう、オーケーオーケー。これ鼻ね、はい、これ鼻、鼻、これ、はい、これは目だと思うんだ。いや、右目か左目かでも分かんないぞ。だいたい俺の先生ちょっとさ横向いちゃってんのよ。そうですね、ちょっとこういうのって大体正面の顔使うべきだろう。横向いちゃってんのよ。これは目だと思うんだ。これはどっち？それ裏、裏ってことはこう、そうそうそう、これでこう置けばいいってこと。そうそう、オッケーオッケーオッケー。これ目か口だと思うんだ。こっちこう、はい、目いっぱいない？目いっぱいない？あ、これこれも目か。待って、眉毛って俺2個やった？やってない、やってないです。これ眉毛の可能性あるな、これ。あ、分かった、なんか髪の素材で裏表分かるようになったわ。こっちがこっちが。これが目だと思うんだ。これ目だよ、目だよ。やばって待って、俺今せっかくさ整理したのにさ、どこ行ったか分かんない。やばい、上からやってこ、上からやってこ。俺せっかく、いやでも大丈夫、パーツ確認したから。これね、一番大きいのね、これ鼻だと思うんだ。ちょっとこう一旦パーツ全部こっちにやっちゃおう。でもこうだと思うんだよね。で、ちょっと待って、髪の幅から想像しよう、髪の幅から想像しよう、髪の幅、ちょっと待って、中心線作っちゃダメ？ダメです。
折り目つけないでください。ちょっと待って、で、ここは真ん中だとして、で、ちょっと横向いてるから俺の潜在とこっちだと思うんだ。ここら辺だと思うんだ多分ね。で、鼻大事、鼻大事で、焦点これはね、目なんですよ。目からいくか、そもそも右目か左目なのかっていうのはちょっとわかんないんだよな。よー、むずいぞ、今回攻めてますんで。攻めてんな。これぐらいだと思うんだ。ちょっと俺の先生ちょっと横向いてるからなこのぐらいとしよう。待って、もうちょい下かな。このぐらいとしよう。で、口でこう、俺の先生ちょっと笑ってんだよね。ちょっとんって顔してんだよねこれがこう上がってる口角だとして、鼻の下だとして、これかな。待って、髪の幅から想像しよう。髪の幅から想像しよう。あー、 OK、 お願いとしよう。はい、あれ、これここにある、うん、これ眉毛だと思うな。いや、まあちょっと待って、順番をあれでしょ。これじゃあちょっと眉毛一旦置いといて、これは目なんだ。どっち目かは分からないけど、さっきのを右目としたから、これを左目として、はい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 、ここに鼻があって、鼻のゴールがここ、はい、ってことはこの辺。うわ、こういうのもわからないんだけども、下を上か下かわからんだ。レベル高いくっそー、あと1分ぐらいにしてもいい。なんだってあと眉毛だけ、うん、なんかこれに置いてんの、ね、俺ね。右眉か左眉かもわからんもんな。ちょっととりあえず目の上に置いとくか。どうかな、完成。ちょっと待って、整えさせて。あと30秒です。あーだってちょっと髪の中心が、中心がこうって、ちょい、俺鼻と口触ってるね今ね。なあ、ちょっと待ってくれよ、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、右目がない。あれ、右目がどこ行った？2、1、はい、うわぁ、でも、俺割といい感じだと思うよ。そうですね。そうですか、割りかしいいんじゃないですか、ほんと。はい、見ますか、ちょっと撮ってみますか。はい、いきます。誰これ誰
こういう顔しよる。これは仕事こんよ。これはこんな。こんなこれは。でもいい感じじゃね？どう思う？まあまあまあ悪くない。すごくない？うん。ただ口が逆。口逆か。これフェイクだったね。こうか。そうですね。こうし。こういう顔しよる。ショミエ、チョシビエス。眉毛は合ってる。あ、眉毛も逆かこれ。こうか。ちょっと待って、これさ、ちゃんとやったとてよ。ちゃんとやったとて、俺にはならないんじゃない？中心ではないんで。ああ。あ、でもなるね。もうちょっと多分。あ、でも、俺なんか顔パックしてますみたいな感じになるね。いや、おもろいな、自分の顔で。こうやってやると…ちょっと待って、座ってこう入れ替えても全然違う人の顔になるもんね。おもろいな。じゃ今年はこれを洗剤でやっていこうかな。仕事コンテン。でもさ、逆にさ、この子を使いたいってなってさ、この子が来たらさ、あれってならない？うちが求めてたこと違うけど、写真よりから OK ってなるから、なるかな、分からんけど。あ、でもいい感じじゃないですか。はい、割と俺服洗い得意かもしれない。そうですね。感覚がいい。ね、いいんだよ。髪の幅から俺はやるからさ。面白い顔だったな。面白いな。自分の顔でやるの面白いね。はい。ということで、こんな福笑いになりました。ということで、ご視聴くださった皆様ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、そして高評価ボタンの方お願いします。それでは皆さん、今年もよろしくね。